NHJ ヘッドラインです。今週のマーケットの振り返り、そして来週の展望、有望銘柄のピックアップです。まずは今週の振り返りです。チャートの方で確認しましょう。 はい、えー、こちら日経平均の冷やしのチャートとなります、えー、今週の日経平均は三、えー、勝二敗となっております、えー、ただですね月曜日から大きく揺れ動いているという状況が、えー、見て取れるチャートとなっております、えー、月曜日は石場ショックで、えー、1900円安そして火曜日は大幅反発、えー、ここでは732円高 翌水曜日になりますと、今度は中東情勢を受けて、843円安、そして昨日の木曜日ですが、石破首相の発言を受けて円安が進行、そして743円高と、まあ、かなり値幅の激しい日々が続いていると。 いう状況です。まあ、今週は大きな値幅で上下に動くというボラティリティの高い相場展開が続いております。えー、特に昨日の円安進行、えー、ここは日経平均が一時1000円高と、えー、なるなど石場発言で追加利上げを否定するような形、えー、ここではですね、えー、緩和基調が継続といったところで、えー、交換されてマーケットフレンドリーな展開、まあ石場さんのこの発言を交換したと。 いう格好になっております。えー、ドル円相場が1ドル147円台まで下落、えー、円安株高の構図が復活した格好です。えー、石破茂首相は、えー、2日の夕方にですね、首相官邸で就任後初めて上田日銀総裁と面会、えー、まあここでは金融や経済、物価情勢などについて意見交換したとしております。えー、会談後の、えー、ここの発言が注目されております。 現在追加利上げをするような環境にあるとは考えていないとの認識を示しておりまして今後についても緩和基調を維持しながら経済が持続的に発展することを期待していると述べておりますそして上田総裁も政策判断に向けて見極めるための時間は十分にあると 発言しておりまして変わらぬスタンス日銀の追加利上げ観測というのは後退したという格好になっておりまして一気に円安が進むという構図ですただ中東情勢の緊迫化などがまあ、ここは警戒されるということがありましてまあ、円安が追い風となる銘柄セクターこの辺のあたりを抑えておきたいところです 自動車、そして海運、機械、電気、まあ、こういった円安メリットを受けるセクターのほか、まあ、為替が円安方向で安定的に推移するということを踏まえると、半導体製造装置、こういった大型グロース株への見直しも本格化してきそうです。 えー、緩和的な政策が続くとすればまあ、金融引き締めが収益の圧迫要因とみなされる不動産、えー、そして住宅セクターなども選択として、えー、入ってまいります、えー、この日足のチャートですが、えー、まあ、毎日この上下に激しい動きというのが続いてきましたが週末を迎えた本日これちょっと分かりづらいんですが十字足になっておりますまあ、売り買い拮抗というのを、えー、表しているような状況です 5日移動平均線を上抜き、週末を迎えたという格好になっております。一目銀行表の方でも三役好転となっておりまして、来週以降に期待したいといったところです。週足のチャートで確認しますと、こういう形ですね。チャート形状としてはこれ、長い下ひげを伴う陰線となっております。 ただ、13週、26週、移動平均線、先週上抜いておりますが、そこをまた上抜いておるといった位置で週末を迎えております。先週末と比較しますと、日経平均は1193円の下落、先週から比べると3%ほど下の水準となります。ただですねここは月曜日の日のの約円円安円安と いう石場ショックの部分が効いているというところですトピックスは46ポイントの下落そして NT 倍率は14.34倍と縮小傾向となっております投落レシオは108.63%、まあ、先週からは下落そして1日あたりの売買代金ですが4兆5700億円これ先週からは減少傾向となっております こういうマーケット環境を踏まえて、来週注目の銘柄を2銘柄ピックアップいたしております。まず1銘柄目はこちらですね。こちらは大和ハウス工業となります。証券コード1925。この銘柄は10月高の修正銘柄として取り上げました。過去19年間16勝2敗1分けと。 現在、11連勝中の銘柄、10月に高くなるという修正を持ち合わせていることでも有名というところですね、2009年から昨年まで、各年11月の4日から11日に行われてきた3月期の第二四半期、決算発表において、実に15回中13回、これで通期の利益予想の増額修正が行われてきました。 これを背景として交換されて10月が高いということが挙げられます。今年は11月12日に予定されております。アナリスト評価も良いといったところで注目されます。大和証券においては10月10日付のレポートで総還元利回りの高さから目標株価を引き上げ、目標株価は4400円から5200円に引き上げられています。 ちなみに野村証券が10月2日付レポートでバフェット銘柄の特性を踏まえた日本株スクリーニングこういったことを行っておりますけれどもこの当該49銘柄の中にはこの株も含まれておりますそこでは PBR1.2 倍 PER が11倍配当利回りは3.2%そして ROE が10.4%となっておりました そして残りほぼ2か月に迫ったアメリカの大統領選挙、ここにおいて、まあ、ハリス氏、トランプ氏、いずれが勝ってもですね、えー、住宅支援政策が期待される点というのも、自流に即した手がかり材料となります。2017年から2023年度まで、この6年間、アメリカにおける戸建ての住宅供給戸数、これが973戸から6568戸。 6.8倍増そして戸建ての住宅売上高ここも625億から4721億これも7.6倍増そして戸建ての住宅営業利益これが49億から394億なんと8倍増となっておりますエリアの拡大効果に加えて足元では金利低下そしてさらなる政策支援も追い風と 今後はさらなる収益企業への期待が高まるところです。今年も10月高展開というのが想定される大和ハウス工業でした。そしてもう一銘柄はこちらとなります。こちらはポーラ・オルビスですね。証券コード4927です。化粧品メーカーとしても有名ですね。11月11日今 12月期第3四半期の決算発表に向けて注目度が高まるタイミングです第2クォーターはポーラの減収を主因に営業利益が73億円と減益となっておりますこれは前年同期比で18.4%減ポーラを過方修正する一方でオルビスを上方修正しておりまして連結では下期の増収増益を目指しています 営業利益率は改善が進んでいるといったところです。4日の日はですね、これは高価格帯のシワ改善化粧品の新製品を発表しております。2025年1月1日に発表、正年度に国内売上高27億円を目指すとしております。野村証券では、来、 来期ですね25年12月期営業利益では8億円程度の企業を見込んでおりますポーラオルビスとなりますそして来週の展望となります来週ですね来週、まあ、政局を見ますと選挙会といったところで上方向3万9000円台を目指す動きが出てくるというところがメインとなります えー、ただですね、為替動向と中東情勢ここには注意が必要です、えー、そして、えー、アメリカの方の、えー、雇用を見る数字まあ、雇用統計ですが今夜発表されます、えー、まあ、雇用統計を受けて次回の利下げまあ、ここに、えー、利下げの幅まあ、こういったところに関心が集まるところです、えー、利下げは急がないといった、えー、アメリカの金融当局の姿勢は変わらないと見られております アメリカの経済全体としては減速しているとはいえ、まあ、最近の景気指標から見るかまり、えーまあ、崩れる気配というのは感じられません。えー、雇用悪化懸念から生じた、えー、一時の、えー、アメリカの景気後退観測の高まりというのは後退しつつあるように見えます。 利下げの織り込み、行き過ぎの修正からここにきて、アメリカの10年債の利回りが一時3.8%台に達してきております。年内のアメリカの利下げ回数幅、幅ともに不確実な情勢にあることには変わりがありません。また、不穏な動きを見せる中東情勢ですが、イランとイスラエルの全面戦争までエスカレートするといった可能性は低いと見られております。 え。ただ、原油価格が高騰となってきておりまして、え影響も見られております。まあ、この辺の動きですねえ。アメリカを巻き込んで全面戦争、この辺のところは避けたいというところです。え、27日の選挙に向けて走り始めた石破政権ですえ、選挙はかいまあ、この格言通りの展開となるか注目されます。 中東情勢の動向、マッキングされるというところではありますが、好調な業績を踏まえ、おしめ買いのスタンス、こういったところが有効な局面と考えられます。以上、NSJ ヘッドラインでした。